夏の厳しい暑さが予想される中、東京ディズニーリゾートでは夏のイベント期間を例年より延長して実施します。東京ディズニーランドでは明日から9月18日まで、人気キャラクターのベイマックスが来園者に大量の水を放つ特別パレードを実施します。暑さ対策の一環で去年よりも水の量を増やし、より濡れる演出を取り入れたということです。また人気アトラクションスプラッシュマウンテンも特別バージョンが実施されます。最近の記録的な暑さを受け、東京ディズニーリゾートは夏のイベント期間を例年より2週間ほど延長しています。